にゃんこいは、藤原里による日本の漫画及びそれを原作としたテレビアニメ。現在は無料ウェブコミックし、コミックメテオにて不定期連載中。単行本は2014年現在6巻まで発行されており、累計発行部数は第6巻発売時点で60万部を突破している。2009年3月12日発売の単行本題3巻体にて、 アニメ化が発表され、同年10月から12月まで TBS 他で放送された。著者による初連載作品にして、初対抗本化、初アニメ化作品。とある事情から猫と話せることができるようになった主人公と同じ高校の女生徒などが繰り広げるラブコメディである。当初は無料ウェブコミックし、 フレックスコミブラッドにて2007年8月10日より連載が開始された。2009年にはフレックスコミブラッドでの立ち上げ作品としては初のテレビアニメが放送されたが2010年4月16日に作者の病気に伴う救済が発表され一時的に連載が中断された。その後約1年半に及ぶ長期救済を経て 2011年11月9日より不定期掲載ではあるものの連載が再開された。2012年9月5日にはフレックスコミブラッドが当時ゲーム関連企業 G モードが運営していた無料ウェブコミック誌コミックメテオに吸収されることが発表された。本作もこの吸収合併に伴って移籍し、同日配信分の第31話より不定期連載中である。 なお、同志では作者である藤原里がすでに別作品の連載を持っているため、二作品同時連載となる。猫アレルギーを持つ高校生、高坂淳平は、学校からの帰りに道端に転がっていた空き缶を蹴飛ばす。そして、その空き缶が地元で信仰を集めている猫地蔵様に命中したことで、猫地蔵の首がもげてしまう。その日の晩、家で飼っている。 猫のニャムサスが話す言葉をなぜか理解できることに気がついた順平は、猫地蔵様の首がもげてしまったことと関係があるのではないかと思い再び猫地蔵様のところへ。そして、順平は、猫地蔵様を管理している寺の飼い猫玉から、自分の身に起きている異変の原因について知らされる。玉曰く、猫地蔵様の怒りに触れたものはやがて猫にされてしまう、とのこと。 猫の言葉がわかるようになるのはその前兆であり、この呪いを解くためには百匹の猫に前行を施さなければならないが、呪いのことを他人に知られれば、純平と知った人に不幸が訪れるという。こうして、純平は嫌々ながら、自分にかけられた呪いを解くために百匹の猫に前行を施すことになるのであった。しかし、純平が猫と話しているところを、水の楓に見られてしまい、 呪いが進行する。その結果、純平は頭に猫耳が生えた上、手が肉球になり、もともと持っていた猫アレルギーによるアレルギー反応が起こる。彼の猫アレルギーの強さは命に関わるほどであり、呪いの進行は自身の生命の危険を伴うのだった。ヒロインその他の生徒、職員2012年2月以降にフレックスコミックスより発行されるすべての書籍の 発売元がソフトバンククリエイティブから変更になったため、重版的な意味合いで再出版されたもの。そのため本自体は、奥付けなどに、記載の出版社表記及び ISBN コード以外に変更はなく、続巻はこちらから発行されている。なお、第6巻より、単行本レーベルが、メテオコミックスへと移行した。同時期開始の、ケンプ・ファー同様に、TBS 制作シーンや、 アニメ初の全放送曲16、旧フルサイズで放送された。挿入曲として、提供スポンサー紹介等で、猫踏んじゃったのをピアノ演奏曲も使用されている。また、最終話で、第2期の制作に意欲を持っていることを伺わせる、ナレーションがついている。2010年4月27日に NHK ラジオ第1放送で放送された。 渋谷アニメランドにゲスト出演した監督の川口圭一郎も放送終了後に出た原作の中に魅力的なエピソードがいくつかあると前置きした上で今流行のブックイン DVD でもいいのでやりたいと第2期の制作に意欲を持っている北米では戦隊フィルムワックスが日本版 DVD に英語字幕を付加した北米版 DVD を発売している響きラジオステーション内で にゃんこい。ラジオ常ね陸上り部と題して配信。パーソナリティは、井口優香、小林優。提供は、にゃんこい製作委員会。2009年9月14日から10月30日にかけて、イラスト投稿 SNS であるピキシーフにて、イラストコンテストが開催され、優秀作品に選ばれたイラストは、テレビアニメの提供画面として使用された。 2009年9月19日から10月25日にかけてはナムコナンジャタウンにてイベントが行われ、これに関連して最終日には上記したウェブラジオの公開録音も開催された。2009年10月13日から11月12日までの間にはアニメ、映画などとのコラボレーションを多数行っているパセラエンターテイメントによる企画展開の一環で、 オリジナルフードメニュー5種類などがカラオケチェーンパセラの一部店舗で実施された。期間中は OPED テーマの楽曲にアニメから抜粋した特製バージョン映像が全店舗でカラオケに使用された。ありがとうございます。